風船ウナギは、風船ウナギ目風船ウナギ科に属する魚類の総称。風船ウナギ科は、風船ウナギ属一属のみで十一種を含む。属名から、サッコファリンクスとも呼ばれる。学名は、ラテン語、サッカス、フクロギリシア語、ファリンクス、喉で、フクロ状に膨らむ喉を表したもの。大西洋、インド洋。 太平洋の水深2000メートル前後から4000メートル付近までに生息し、これまでに11種が知られている。大きな口を持つことで知られる深海魚で、全長60センチメートルから160センチメートル程度。色は黒っぽく、口には小さな歯が多く、尾の先端には発光器を持つ。他の風船うなぎ目の魚と同様、接続骨、災害骨、エラ上骨、 鱗、肋骨、有紋水、ひなどを持たない。うなぎ目と同様に、レプトケファルス養成期を経て成長する。その得意な形態からかつては、甲骨魚類ではないと考えた研究者もいた。2000年代に行われた、ミトコンドリア DNA 解析では、本家及び他の風船うなぎ目魚類はうなぎ目の内部に、分岐し、特にシギウナギか、ノコバウナギか、 うなぎ科に禁煙であることが示唆されている。ありがとうございます。